昭和2年3月の今日、日本陸軍が戦車の試験演習を初めて公開しましたが、これはその時の珍しいフィルムです。戦車の中は狭いですからね、出るのも大変です。お尻から。この戦車が近代戦の兵器として活躍するようになったのは第一次大戦の時、イギリス軍がまず使ってたんですが、肉弾戦をモットーとする日本陸軍ではまだまだ正式の兵器とは認めていなかったんです。でも装備の近代化を図れってことになって、大正14年九州に戦車第一連隊ってのができたんですね。今から見ると性能も悪いけど、鉄砲弾を跳ね返し、大きな木だって押し倒し、この鉄のカタツムリの威力にはみんなびっくりしてました。でもこの頃の戦車は全部舶来品で、今日はどれが日本の戦車隊に適当であるかを選んでると、こういうわけです。これはイギリス製のホイセット型なんですがね。あれ、落っこっちゃった。こうなるといくらタンクでもどうしようもありませんな。次は軽戦車ですが、これはフランスのルノー型。続いては三車門型で、道のいいところではタイヤで走るんだそうです。タイヤがついてますね。これは28トン8人乗りのイギリス製マーク型で、大砲も2門備えてるという、まさにタンクの王様ですな。うわ、すごい煙。こうしてタンクっていうのは素晴らしい威力があるもんだってことを陸軍の偉い人たちも気がつい、やがて日本でも製造するようになるんですが、まあ言ってみりゃね、これは人殺しの機械ですからね。こんなのに威力を発揮してもらいたくないもんですな。